皆さんこんにちは。ドラマシリーズ3年 B 組金八先生や101回目のプロポーズという代表作を持ち、俳優として成功を収めてきた武田鉄矢さん。独特の語り口もあってか、モノマネをされることも多い人物です。そんな武田鉄矢さんは長年あまり容姿が変わらない印象がありましたが、2023年現在かなり痩せたのではないかと言われています。かつては糖尿病や心臓病を患っていたという話もあり、病気なのではないかと心配になっているファンが多いようです。今回は武田鉄矢さんのプライベートについて深掘りしていきたいと思います。武田鉄矢さんは1949年4月11日生まれ、福岡県福岡市博多区の出身です。武田鉄矢さんといえば、俳優として数々の代表作を持っており、テレビの世界ではドラマだけではなくコメンテーターやパネラーとしても活躍してきました。しかし年齢もあってか、近年では俳優やタレントとしての活動をセーブしている印象があります。そんな武田鉄矢さんですが、2022年になってからはテレビ出演やドラマ、映画などの撮影が増えているようです。最近では2022年8月11日に公開された映画タングへの出演が有名ですが、それに伴って番宣のためか多くのバラエティ番組に出演していました。しばらくこういったバラエティ番組などで元気な姿を見ていなかっただけに、少し安心した方もいるのではないでしょうか。芸人と絡む姿を見ていると、まだまだ頭の回転も早くコメントも鋭いので、これからまた武田鉄矢さんの需要が高まっていくかもしれません。映画タング自体はあまり興行収入が振るっていないのは気になりますが、武田鉄矢さんの演技について高評価をしている方も多いようです。さて、武田鉄矢さんはもともとそこまで太っている印象はありませんでしたが、最近は痩せたと噂になっています。健康的に痩せたのなら問題はありませんが、武田鉄矢さんぐらいの年齢だと急に痩せ始めたら心配になってしまいます。そこでどういう理由で痩せたのか調べてみました。痩せた原因として考えられる一つ目は糖尿病が挙げられます。武田鉄矢さんは長年にわたり武田鉄矢今朝の三枚おろしというラジオ番組のパーソナリティを務めています。武田鉄矢さんは2006年に放送されたその番組の中で、自身が糖尿病を患った経験を語っていたそうです。それによると、おしっこをした時に泡風呂のように泡が消えない、擦り傷が治りにくいなど具体的な症状が出るまで進行していたようです。武田鉄矢さんの場合は症状を自覚してから検査を受け、月1回の血液検査を続けて4ヶ月後に正常値に戻ったそうです。その時期に出演していたドラマでは糖尿病であったことが演技に反映されていたようです。幸いにも血糖値のコントロールはできたようで、以降重症化したという話もありませんので、糖尿病が進行して激痩せしたという可能性は低いのではないでしょうか。痩せた原因として考えられる2つ目は心臓病の手術が挙げられます。武田鉄矢さんは生まれつき心臓の弁に異常があったようです。病名は大動脈弁狭窄狭窄症という疾患です。幼い頃から息切れすることが多くあるなど自覚症状はあったようですが、長年それを知らずに生きてきて、中年になり人間ドックを受診した際に発覚したようです。しかしその頃は人気ドラマ3年 B 組金八先生に出演中であり、手術することはできなかったそうです。61歳になった時にようやく手術に踏み切ることになり、心臓に人工弁を入れました。心臓の手術は一般的には術前は食生活をコントロールし、術後は通常の食事をとれるようになるまでに時間がかかり、食生活も気を使うよう指導されます。それなのでこの手術をきっかけに体重が落ち、その後も体重を増加させないような健康的な生活をするようになった可能性は十分考えられます。そして武田鉄矢さんは40代の頃から20年ほどうつ病に苦しんだそうです。何をしていても力が湧いてこない状態になり、全体的に考え方がネガティブになっていたそうです。家族や所属していたフォークグループ海援隊のメンバーにも相談をしていなかったようで、ずっと一人で抱えていたといいます。それに加えて心臓の手術などお家の恐怖が重なってしまい、どん底に追い込まれてしまったそうです。そんな時に武田鉄矢さんは合気道と出会い、なんとか現状を変えようと道場に通うようになったといいます。
そこで主に精神的な面で様々なことを学び取り、うつを克服したといいます。武田鉄矢さんはうつ病に対して深く考察をしているようで、自身のラジオでその知識を披露しています。必ずしもうつ病になる方全員に武田鉄矢さんの理論が当てはまるわけではないでしょうが、武田鉄矢さんのうつ病に対するアプローチは参考になるのではないでしょうか。武田鉄矢さんをイメージするとどうしても金八先生をイメージしてしまいます。実際の性格はどうなのでしょうか。ご自身では金八先生のような人は嫌いと言ったこともあるそうです。そんなところから意外とやんちゃや頑固な部分もありそうです。3年 B 組金八先生から熱血、優しいなどのイメージを浮かべる方が多いのですが、実際の武田鉄矢さんの性格は悪いという噂があります。その多くはプライベート時の一般人への対応に原因がありました。例えば知名度の高い武田鉄矢さんなので外でよく声をかけられるのですが、一緒に写真を撮ってほしいとお願いした親子に対して冷たく断ったところを目撃されました。他人のあなたとなぜ一緒に写真を撮らなければならないのですか、と述べたそうです。また釣りで出くわした親子に握手を求められてプライベートを理由に拒否するという週刊誌報道もありました。これによれば滑稽なオチまでついていました。武田鉄矢さんは握手を拒否したものの、彼らの横で疑似餌のセットに四苦八苦していたそうです。これを見た先ほどの息子さんが助けに入ったとのことでした。すると武田鉄矢さんは罰の悪そうな顔をした後、先ほどの対応を誤り握手をしサインまですると言い出したようです。この記事の内容が本当だとすれば、性格が悪いというよりはかっこ悪い印象の方が強いでしょうか。ただし武田鉄矢さんにとってサインとは出会った記念ではなく感謝の品であるという信念があります。また根拠のない発言が目立つようです。例えば大家族のドキュメンタリーを見て人生につまずいているとし、最初からダメな人間と断言したこともあったとされています。人生経験から語られているのかもしれませんが、決めつけ感は否めません。さらに大阪嫌いで有名な武田鉄矢さんは、その土地や人にも容赦ありません。大阪は他人に頼ってきたことで主体性がないとし、さらに大阪人に関してもすぐ人を騙すと述べていたといいます。前者は歴史的な背景からの発言かもしれませんが、後者は一括りにしてはいけない部分でしょう。またサインお断りの話はモノマネ芸人の大御所コロッケさんも披露しています。まだコロッケさんが中学生の頃、武田鉄矢さんの追っかけだったそうです。ある時海援隊のコンサートに駆けつけ、出待ちをしていたコロッケさんは勇気を持って武田鉄矢さんにサインを求めました。さ、サインばと熊本なまりでお願いをした中学生のファンともなれば、さすがの武田鉄矢さんも神対応をしたのでしょうか。しかしその答えは今忙しいからと断って去っていったのでした。お互い大御所となり、これをちょっに明かされた武田鉄矢さんは当時を振り返り、あの中学生は物取りだと思った旨を明かしていました。そのコロッケさんも今では大ファンの武田鉄矢さんに熊本の星とまで称賛されています。ただしこの経験から考えれば、彼が見せる武田鉄矢さんのモノマネには尊敬とともに多少の恨みもこもっているから、ああした幅が出るのかもしれません。ここまでの流れで見ると、武田鉄矢さんがファンサービスをめったにしないのには、その性格に問題があるという印象を与えます。しかし決してそうではありません。むしろそのファンの人間性をしっかりと見ているからこそとも言えます。2019年6月16日放送のフジテレビ系ワイドナショーでは、ご本人がそれについて明かしていました。例えば街でファンに金八先生が大好きと軽く言われても、もう終わったと取り合わないと言います。その理由はその相手の表情や発言の中に、その話をしておけば良いというような安堵感を感じるからという旨を語っていました。そうした発言は武田鉄矢さん曰く、人間の隙をつく行為にあたるそうです。簡単に言えば、失礼な人に対しては失礼に返すという方針をとっていると言えるでしょう。また坂本龍馬を敬愛し礼儀を重んじる武田鉄矢さんは、写真と握手を嫌う理由もそこにありました。日本人たるもの握手ではなくお辞儀が挨拶であり、ましてや
ご自身に写真をシール1枚いいですかが挨拶化している現状を嘆いていました。そしてサインに関しても、これはロケに協力してくれたお店などに渡すものと差別化しているそうです。確かに本来サインとはそれでこそ価値があるものなのかもしれません。これらを踏まえれば、武田鉄矢さんは人に対する接し方がなあなあになっている現代の日本人に礼儀を教えてくれる先生なのでしょう。とにかく何でも口にしてしまう武田鉄矢さん、これは毅然としているという評価の一方で、周囲からは敬遠される可能性も高くなるでしょう。同じ芸能人に対しても態度が良くないとの噂を聞きます。大阪嫌いの武田鉄矢さんは笑福亭鶴瓶さんを大阪のドブネズミと呼ぶのは仲が良いからでしょうが、歌手の井上陽水さんの曲に対して貧乏臭いはファンも気分を害するでしょう。とはいえ、井上陽水さんとも同じ九州の人間であり、演奏したライブハウスも同じとゆかりのある人物でもあります。元来歌手である武田鉄矢さんの批判も一種の羨ましいという思いがあってのことというのが大方の見解です。ただし演技に関してはその存在感ゆえ敬遠されることは多いようです。特に大河ドラマ龍馬伝では福山雅治さんにもかなり煙たがられたといいます。武田鉄矢さんといえば坂本龍馬ですから、指導に熱が入るのも無理はないかもしれませんが、当事者はたまったものではないでしょう。また金八先生の生徒たちからも距離を置く人が出ているとされています。田原俊彦さんや杉田薫さんがその筆頭として挙げられることも多いです。特に前者はかつてテレビ番組で金八先生の会なる同窓会に一度も参加したことがないと明言しています。とはいえその後共演しているためすでに和解済みかもしれません。また第6シリーズで重役を担った上戸彩さんからも避けられていると報じられています。その理由は大きく分けて2つあり、1つはいつまでも先生気分の武田鉄矢さんが苦手であるとしています。これはある程度理解できるのですが、問題は2つ目です。武田鉄矢さんは特定の女生徒をお気に入りにしていたといいます。元来女好きであるという武田鉄矢さんですが、そうしたエコひいきはあったのでしょうか。共演した若者からは敬遠する人も出ている武田鉄矢さんですが、彼は地元愛も深いことで知られています。それゆえに同郷のベテランからは好かれているのかと思われます。しかしその中でもきっぱり嫌いと発言したのが陣内孝則さんです。2020年2月7日放送のフジテレビ系ダウンタウンのでは、芸能人の福岡県人会に潜入していました。そこに出来上がった陣内孝則さんが登場し、年上には先輩とつけて呼ぶしきたりを紹介します。武田鉄矢さんのことは嫌いであってもとわざわざした上で武田先輩と呼んでいることを明かしました。陣内孝則さん曰く、武田鉄矢さんは裏表の激しい人物とのことです。また会に誘っても返事を濁して去っていくということも話していました。おそらく後者は武田鉄矢さんにも福岡県人たる考えがあり、さまざまな人がいる会には入りたくなかったのかとも想像されます。その一方でもちろん武田鉄矢さんを慕う俳優も数多くいます。俳優の西田敏行さんとは番組内のコントで共演して以来家族ぐるみの付き合いをしているそうで、お互いを西やん、てっちゃんと呼び合っているそうです。また同じく俳優の前田銀さんとも仲が良く、本番直前まで話し込み、結局本番でセリフを忘れてしまうこともあったそうです。気が合う人とはとことん合う、合わない人とはとことん合わないということなのでしょう。なお性格の悪いエピソードが目立つのは金八先生シリーズの影響で、実際の人柄とのギャップが激しいこともあるでしょう。いかがだったでしょうか。今回は武田鉄矢さんのプライベートについて深掘りしてきました。傑作と言われるドラマの数々に出演してきた武田鉄矢さん、表には見せていませんでしたが、実は様々な苦労をされてきたことが分かりました。しかしそれらを乗り越え、2023年現在はとても元気で前向きに生きている様子がうかがえます。自身の経験や体験は中年以降の人なら誰しもが起こりうることです。まだ自分は健康だと思っている方も、健康に悩んでいる方も、武田鉄矢さんに学ぶことは多いのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、
高評価をお願いします。